順位殿は体力が水準以下だし、現場での指揮に向いているとは思えません。それが理由？そうです。座学が得意ならそういう方向に進まれればいいじゃないですか。なるほど。ところでスーヤ、模擬戦のことは聞いてるよね。君、あれ勝てる自信ある？それは悔しいけど難しいと思います。相手との間に実力差がありすぎて。じゃあさ、もし僕の指揮で勝ったら、僕は君よりも優れた指揮官ってことかな。なんでそういう。だって君にはできないことをやるんだから、少なくとも指揮官として無能ではないよね。わかりました。もし模擬戦に勝ち、順位がその勝利に大きく関わっていたなら、僕が招待の指揮をすることを許してくれる？でも、もし順位が負けたら？その時は君の言う通り、机仕事に専念するよ。それでいいかな？わかりました。いやあ、ほんと困るよね、この天気。みんなで楽しいピクニックの自己暗示が台無しじゃないか。失礼ながらレミオン順位殿、どうして我が陣営の指揮官が、そのあの方なのですか？彼がふさわしいからだよ。目的地は南西に約30キロ、野営を挟んで到着は明日の昼ぐらいかと。いや、日が暮れるまでに現地で陣を張るよ。あのですね、順位、30キロってのは直線距離ですよ。そういうのちゃんと考えて。うん、もちろん考えたつもりだけど、とりあえずあんまり叫ばないでもらえる？兵たちが不安になると思うからさ。お前ら慌てなくていいぞ。向こうのルートは複雑で迷いやすい。こっちどうやらサリハスラグ大尉はこの演習地を熟知しているようだな。ソロークはどう出る？幾多の考えを読むのは骨が折れます。付き合いの長いそなたでもか。相手が自分の考えをどう読むか、それさえも読んで考えますから。時に姫殿下、戦闘に巻き込まれませんようくれぐれもお気をつけください。常に彼らの後ろにいるように。心得ておる。みんな、僕が言ったものを荷物から取り出したね。それじゃあ全体左へずれて。よし、進軍再開。順位殿、勝手に荷物を捨てるなんて軍令違反です。捨てるなんて人聞きの悪い。これはデポだよ。あの荷物が向こうで必要になったらどうするんです？ちゃんと選んだつもりだよ。模擬専用ペイント液は水で伸ばして使えるし、テントは外皮さえあれば雨風をしのげる。しかし装備の内容は。荷物の取り扱いは現場指揮官の権限のうちだよ。だからデポしたんじゃ。しかし装備の内容は。荷物の取り扱いは現場指揮官の権限のうちだよ。だからデポしたんじゃないか。はい、皆さんテンコ取って。本当に日暮れ前に来たことあったんですか？いや、初めてだよ。嘘です。順位、途中で一度も地図を出さなかったじゃないですか。雨の中で地図を出し入れするのは面倒だからね。その点、ここにある地図は濡れないし手間もない。あとは経験値かな。え？小さい頃から師匠に教わってきた。フィールドワークは科学の基本だからね。科学？後で南にあるクリリ川の下見に行くよ。明日は川向こうに陣を張るから。待ってください。
指示書では北の平地が対陣場所として戦力合流に公敵と書いてあっただけだよ。解釈の上ではこの森林地帯のどこに陣取ってもいいはずだ。選択に幅があるんならこっちに有利に働く戦場を選ばないとね。そろそろ昼だってのにまだ影も形もねえ。日没までには来るかねえ。サリハスラグ大尉殿。ああ、私が出した石膏が戻ってきました。敵部隊はここより南下したクリリ川の対岸で陣を張っています。何？ここで退陣するはずだぞ。指示書には戦力合流に公敵とだけありました。私なら退陣の場所に指定はないと解釈します。全軍南進だ。早くしろ。さて、そろそろヤトリが気づいた頃だ。退陣が遅れた無能と言われないためにサドイケメンは焦ってやってくる。マシュ、トルウェ、準備はいいな？ああ、うん。帝国歴906年6月イクタスロークが名将たる才覚の片鱗を初めて見せたのはこの模擬戦だと伝えられている。番犬たち。この番組はワーナーブラザースホームエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。이곳은사람인의인공지능취업센터사람인이연구한빅데이터로당신이찾지못했던일자리까지추천합니다사람인의인공지능취업의기준이되다사람인思ったより早く到着したことは褒めてやるか。河川防御陣とはな、兵力が同じなら先に攻めた方の負けだ。しばらくは睨み合いだな。兄上、水深を調べさせてはどうだ。クリリ川の深さなら知っている。今は雨で増水してるから胸くらいの列を離れる部隊がいるな。ソローク小隊か。上流に浅瀬がある。そっちから兵を回してこっちの背後を突く気だ。雇い師の順位。はい。お前の正体は上流へ向かい、渡ってくる敵を迎え撃て。今戦力を分散するのは危険では。敵との間には川があるんだ。迎え撃つ限りはこっちが有利だ。この河川防御陣は敵が用意したものです。それが我々をも助けてくれると思うのは虫が良すぎませんか。うるさい。上官の命令に従え。あんたにとっては
さぞかし転がしやすい相手でしょうね。生田。さあ、佐藤イケメン、覚悟しろ。この番組はワーナーブラザーズホームエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 順位殿、こんな中間地点でとどまっていてよろしいのですか？敵が来るならここで迎撃できるし、来ていないなら短い時間で主力に再合流できるわ。今は報告を待つのが得策よ。敵招待の気配はないぞ。罠か。雇い主の順位に報告を。何？石膏だけ送ってきたか。でも少なくとも今、 ヤトリさんは主力から最大限遠い位置にいる。合図だ。全員打ち方よーい。よし、総員突撃。 橋を作る？そう、水中橋だ。この木は椅子の木といって、とても硬くて重い。水に沈むんだ。水が濁っているから橋は見えない。この川が防御陣として機能しないことを僕たちだけが知っているというわけさ。あんなに浅いはずはない。兄上命令を。撃て、迎え撃て。 順位の予想通り、相手は想定外の強襲に応戦できていない。それに3個小隊対2個小隊の兵力差。戦死したなら早くどけて。下がりながら撃て。もらった。なんとか間に合ったようね。もう来たか、雇い。 はいはい、チャンバラやめ。みんな交代して。招待転身、退却する優遇を守りながら北の林へ。 엄마 1년차, 보험 1년차. 마흔에 본 늦둥이라 보험부터 들었죠. 우리 딸 대학 갈 때쯤 20년차 엄마는 좀 힘에 부쳐도 20년차 보험은 쌩쌩할 테니까. 믿음직한 엄마가 되어줄 수 있도록. 보험이 일합니다. 삼성생명이 일합니다. 삼성생명. 今、イック、この様子だとうまくいったのかな。まあ常守備だな。あと一君禁止。おい、マシュ、まだ生きてる？ああ、なんとか生きてるよ。敵の戦力は大幅に削いだんだから降参してくれないかな。葬式が佐渡イケメンじゃ、最後の一兵まで戦わせかねない。本人を戦死させないことにはね。 隊列を組み直そう。ハロー、怪我人の手当てお願い。気づいてたんですか？それじゃ戦闘も終わったようなので失礼して。もし敵が最初に水深を探りに来たらどうするつもりだったんですか？この演習地をよく知る佐渡イケメンがそうする可能性は低い。まあ、もし探りに来たら封銃で追い払ったけどね。 生存者をまとめてきます。うん、頼む。うまく出し抜いたものだな、ソローク。相手は目を白黒させていたぞ。まだ訓練中ですよ。お姫さんは引っ込んでてください。
¡Yatorishino! ¡Omaega motto hayaku engo ni kureba! ¡Shitsurei shimashita! ¡Are yori hayaku gokeru butai ga ireba! ¡Misete hoshii mono desu ga! ¡Aniue! ¡Sugi no itte wa dou suru! ¡Yatsura wa tsuigeki shite kuru hazu da! ¡Kono saki no nishi ni nobita michi de machibusete! ¡Sayu kara hasami uchi ni suru! ¡Ima wa seizei ukareteru! ¡Ikuta soroku! ¡Choushi ni notta temei no yokotsura wo! 思いっきり殴りつけてやる。手なぐあいに佐渡イケメンは復讐に燃えてるところだろうね。ところがどっこい、僕たちは追撃なんてしてやらない。え？それじゃどうやって勝つんですか？スーヤ、まず敵を追っているという先入観を捨てなさい。え？追うのは疲れる。追われるのも気が重い。でも追わせるなら楽しみを思わる。 恋愛も戦争も同じってことさ。どうなってやがる。あいつらまともに戦う気がないのか。報告します。敵三区小隊は森林地帯の北口を塞ぐ形で兵力を展開しています。何のつもりだ。やられた。退路を断たれました。態度の。我々は最終的に 北口を通って中央基地に帰らねばならない。模擬戦が終わった時点で帰り道を塞がれていたなら退却さえ不可能な負け戦だということです。このままじゃあっちの優勢勝ちってことかよ。北口へ向かうぞ。おお、来た来た。配膳隊、見た目は撃ち方用意。ただし心構えは突撃準備ね。 突出しないで仲間と合わせて攻めるのを意識すること。一番槍の名誉なんてチームワークに比べればゴミ同然だからね。ほらさっさと猛烈になれ。兄上、突撃するのか。ああ、奴らの後ろに戦闘地域の境界線がある。あっちの兵が一人でもそれを超えたら反則負けを言い渡す。いいかお前ら、戦死してもすぐ倒れるなよ。 気づかないふりをして奥に敵を押し込んでやれ。それこそ反則じゃ。 아직 안 되겠군. 아직 안 되겠군. 시간이 아가바 자식 이런 없어.
몰랐겠지. 안 그래?
보십시오. 혹시 제 목걸이 못 보셨습니까? 못 봤어. 확실합니까? 그럼 확실한. 당신 단검도 못 봤어. 단검? 이런 단검도 없어졌잖아.
이런 순간을 위해서 1500년을 기다렸어요. 그냥 다시 잠들어 버릴까요?